農民から天下人になった豊臣秀吉さん。そんな秀吉さんって実は強運の持ち主では？そう思った神仏研究家の桜井式子さんは豊臣秀吉さんに強運になるコツを聞きに行きました。そう、今回紹介する本ではなんと豊臣秀吉さんから聞いた強運になる秘訣が書かれています。え、どういうこと？と思った方も、なんだかわからないけど面白そうと感じた方も、この動画を見て強運の持ち主になっちゃいましょう。気になる方はぜひこちらの動画を最後までご覧ください。皆さんごきげんよう。幸せ図書館の館長のことぞらです。このチャンネルでは様々な本を紹介しながら、今日から実践できてワクワクハッピーになれるような情報をお届けいたします。今回紹介するのは桜井式子さんの運玉、誰もが持つ幸運のもとです。桜井式子さんといえば、目に見えない世界の御神仏、竜などの自然霊、個人の声を聞いたり姿を見たりすることができる能力を持った方で、そうした存在との心温まる交流をブログや本で紹介してくれています。以前には稲荷神社にまつわるエピソードもご紹介したので、よければそちらもぜひご覧いただきたいのですが、今回はそんな式子さんが豊臣秀吉さんに強運の秘訣を聞きに行ったエピソード、そして神様が願いを叶える仕組みなどを取り上げたいと思います。初めて桜井式子さんのことを知る方は、ぶっ飛んだ話が次々と飛び出すように聞こえるかもしれませんが、それも含めてちょっぴり不思議で心温まる式子さんの話をぜひ楽しんでご覧いただけると嬉しいです。今回は3つのパートに分けてお話ししていきます。 1. 豊臣秀吉さんに聞いた強運の秘密、運玉。 2. 神様が願いを叶えてくれる仕組み。 3. 神様のために人間ができること。では順にお話ししていきますね。1. 豊臣秀吉さんに聞いた強運の秘密、運玉。運って一体何だろう。ある時期、式子さんはそんなことを考えながら過ごしていました。そんな時にふと思い浮かんだのが豊臣秀吉さんでした。農民出身だったにもかかわらず天下を取った秀吉さん。先見の明があった、頭が良かった、人の心をつかむのがうまかったなど考えられる理由はいろいろありますが、他にも同じくらい優秀な武将はいたはずです。なぜ秀吉さんだけが違ったのだろう。どうしてあそこまで出世できたのだろう。そんなことを考えているうちに、式子さんは秀吉さんは強運の持ち主なのではないかという結論にたどり着きました。そこで式子さんは真相を確かめるために秀吉さんのお墓である報国廟に行って直接話を聞いてみることにしました。しかし秀吉さんから教えてもらった強運の秘密はあまりにも意外なものでした。というのも、何それ、おまじないと思うような非常に疑わしいものだったのです。ちなみにこのやり方は秀吉さんが子供の頃に集落の和尚さんに聞いたのだそう。式子さんにはだだっ広い田んぼや草むらばかりの田舎の風景と、そこにある小さなお寺が見えました。他にも一緒に聞いていた子供は数人いたそうですが、秀吉さんだけが信じて実行したそうで、秀吉さんは信心も大事であると言っていました。とはいえ、式子さんは秀吉さんの言っていることをすぐには信じられませんでした。当時はまだ書籍を出版しておらず、介護の仕事をしながらブログで発信をしていた式子さんですが、間違った情報はブログに書かないと決めていたこと、また御神仏からもそのようにきつく言われていたことから、秀吉さんから聞いたこともすぐにはブログで書かなかったそうです。ですが秀吉さんが言うなら素直にやってみようかなと思い、式子さんはまずは自分が試してみることにしました。そして結果がどうなったかというと、確かに運が強くなったそうです。最初はちょっぴり強くなった気がするというものでしたが、そのうちに本を1冊2冊と出版し、この運玉の文庫本を出した時には18冊目を出版するほどに。今では効果の大きさを確かに実感しているそうです。そんな運が良くなる秘訣、皆さんも知りたいですよね。では式子さんは秀吉さんに何を教えてもらったのでしょうか。それが運玉の話でした。秀吉さん曰く、運とは小さな玉であり育てるものだそうです。そして秀吉さんは式子さんに小さなビーズ玉のサイズのツヤツヤとした真珠のような玉を見せてくれました。その運玉を天は人間に平等にくれるのだそうです。
もらった小さな運玉は心の中に2匹の袋を作って大切にそこに入れます。そしてそれを大切に育てていく必要があるのだそうです。この運玉は何かとてもラッキーなことがあると一粒もらえるそうです。ラッキーとは自分が心の底から嬉しかった出来事です。例えば志望校に入れたとか、好きな人と結婚できたとか、子供を授かったとか、自分が嬉しいと思うことであれば、それはラッキーなことなのです。もらえる運玉は人生において一つだけ。わー超ラッキーと思った出来事の時に一つもらえたら、それを生涯持ち続け育てていくことになります。ではどうやって育てるのか。それは何かついてるなぁと思うことがあるたびに袋から取り出し、ありがとう、ありがとうと言って撫でてあげることだそうです。そして撫でた後はきちんと袋に戻します。このようなことを繰り返していくと育っていくそうです。運玉は心の中にありますが、七子さんの場合はジェスチャーで袋から取り出し、実際に両手でよしよしと撫でる仕草をして、また袋にしまうというジェスチャーをしていたそうです。特に決まりはないそうですが、目を閉じている方が感謝が届きやすいようです。運玉を撫でるのはスーパーに行ったらたまたま値引きタイムで卵が安く買えたとか、美容院に行ったらすぐに案内してもらえたとか、そうしたちょっとついてると感じたこと、ちょっと嬉しいことで十分だそうです。撫でるのはその場ですぐにしなければいけないわけでもなく、時間を空けてからでも大丈夫とのこと。秀吉さんが言うには、運玉は成長するとスイカくらいの大きさになるそう。大きくなるにつれて袋も変えていくのだそうです。ただし気をつけるべきことがあり、この運玉には願をかけてはいけないそうです。ただただ起こったラッキーに感謝するのみ、これだけです。運玉について教えてくれた日、秀吉さんは自分が使用していた運玉の袋を四季子さんにくれました。それは織田信長に使い始めた時に運玉を入れていた袋だそうで、随分と年季が入ったものだったそうです。四季子さんはその日から早速、ラッキーだと思った時にはせっせと運玉を取り出して感謝してなでなでしていたそうです。すると徐々にラッキーだと思うことが多く起こるようになり、その内容もちょっとずつ大きくなっていきました。もちろんネガティブなことを消し去るものではないため、悲しい出来事や嫌な出来事が起きなくなったわけではありませんが、ラッキーが起きる時にはその内容が前よりもちょっとずつ大きくなっていったそうです。ここまでが秀吉さんに聞いた運玉の話ですが、この話を聞いて皆さんはどう思いましたか？私はとても面白いし、意識してみたいなと思いました。死と隣り合わせの戦が日常にあった戦国時代の武将は信心深い人も多く、おまじないや呪術も使われていました。例えば四季子さんがたびたび本やブログで取り上げている豊川稲荷は、徳川家康、豊臣秀吉、織田信長など名だたる武将の信仰を集めたとも言われていますし、武田信玄は不動明王、上杉謙信は毘沙門天の信仰でもよく知られています。このように考えると、運というものを秀吉さんが大切にしていたという考え方にもうなずけますし、四季子さんも運を育てるというのは真理のような気がすると述べています。では2つ目、神様が願いを叶えてくれる仕組み。さて、このように目に見えない存在と交流ができる四季子さんですが、神社にいる神様が私たちをどのように見ていて、どのように働きかけてくれているのか気になりませんか？神様にたくさんの願いを叶えてもらったという人もいるかもしれませんし、心から願ったけど結果的に聞き届けてもらえなかったという経験をしたことがある人もいるかと思います。聞き届けてもらえなかったということは神様に見放されているのかな、なんて感じたことがある人もいるかもしれません。神様は変えようと思えば人間の人生を変えられるし、どんな成功もさせられると四季子さんは言います。ただし人には生まれる前から決めてきた計画があり、それを変えられるのはごく一部の神格の高い神様であったり、そうした神様であっても変えることのできない運命というのはあるそうです。人生の計画は誰しもが細かく決めてくるわけではありません。中にはほとんど白紙状態で生まれてくる人もいるのだそうです。そのような場合は自由に人生を描けますが、生まれる前に決めた計画の柱になる部分は自分の力では変更することができないのだそうです。ただし人を救いたい、人の役に立ちたい、神仏の仕事の手伝いをしたいとか、そういう目的であれば、たとえ本来の計画があったとしても変えてもらえることがあるそうです。
こうした天空の神々に直談判に行ける神格を持つのは山岳系の神様や出雲大社などの神様だそうです。そして天空の神様から許可が出たら人生は変わります。これは熊野の神様から四季子さんが直接聞いたことだそうです。また願掛けが叶わないのは時期が合わないからということもあるそうです。事業で資金を調達できますようにとお願いしても、人生の計画が50歳あたりでビジネスを立ち上げるのだとしたら35歳で資金を調達することはできないのです。このように願いが叶わない時にもそこには必ず意味があるのです。そしてたとえ願いが叶わないことがあっても神様はあなたを見守ってくれているのです。これに関して本書の後書きにとても印象的だった話があったのでご紹介します。真冬のある寒い日にとある神社を訪れた四季子さん。そこには男性が一人いて何やら熱心に祈っていました。邪魔をしてはいけないなと思った四季子さんはしばらく時間を潰してから再び拝殿前に行きましたが、その男性は変わらず熱心に祈り続けていました。どう考えても1時間近くの時間が経っていたにもかかわらず、変わらず拝殿前で拝み続けていたのです。こんなに寒い中大丈夫かしらと心配になったと同時に、四季子さんはその姿を見てこの男性の願いが叶ってほしいと強く思ったそうです。そこで神様、どうか願いを叶えてあげてくださいと訴えかけました。するとそこにいた神様は穏やかな口調で教えてくれました。実はその男性の奥さんは末期がんなのだそう。妻の命を助けてくださいとその男性は祈願しているということでした。神様はさらに天寿であると言われました。つまり奥さんが癌で亡くなるのは寿命であり動かせないのだと。どんなに一生懸命に祈られても手出しはできないことだったのです。四季子さんは何とも言えない切ない気持ちになり神様にこう聞きました。ではあの祈りはどうなるのでしょう、無駄ってことでしょうか。すると神様は愛情に満ちた口調でこう言いました。その分この男性のことはわしが精一杯守る、しっかりと守ってやる。奥さんが亡くなった時にこの男性の心が壊れないように、後を追ったりしないように神様が抱きしめるようにして守るのだそうです。神様はこの男性の信仰心が熱くピュアであることを知っています。ですからこの男性のことをとても可愛く大切に思っているそうです。四季子さんは神様の大きな愛に涙をポロポロこぼしながら参道を歩いて帰りました。神様のことを真摯に深く信仰する人を神様は大切に思い、温かい慈愛で包んでくれる。その信仰は絶対に裏切られることはない。四季子さんはそう感じたそうです。どんな時も神様が人間を見てくれているというのは私たちにとっても本当に嬉しいしありがたいですよね。ところで四季子さんはよく神社では願掛けをしてはいけないと聞きましたという質問をもらうそうです。私も神社で願掛けをしてはいけないと言っている人がいるのを知っているし、スピリチュアルの世界においては一体何が正しいのと思うことも皆さんあるかもしれません。四季子さんはそんな時には自分の感覚を大切にしてくださいと伝えているそうです。神社で願掛けをしてはいけないと思うのであれば、感謝や挨拶だけを伝えればいいし、お話をしに行くのでもいいし、お願いをしたいと思えばお願いを伝えてもいいのです。霊能者やスピリチュアルな肩書きを持つ人に頼るのではなく、自分を信じ自分の直感に従って行動する。誰かを間違っていると批判するくらいであれば、それを神様や仏様へ向ける方が良い時間の使い方とも言えます。ちなみに四季子さんが神様から聞いた話では、山岳系の神様も神社にいる神様も人間のことが大好きで、人間の面倒を見ることも仕事の一つと考えているそうです。眷属がたくさんいる神社や修行している神様見習いが多い神社などは、多くの人に参拝してもらって願はたくさんかけてもらいたいというのが実情だそうです。神様を心から信じて願をかけ、叶ったらお礼に行く。叶ったことによってますます信仰心が深まり、そしてまた願をかけに行く。このような繰り返しが神格を上げるという場合もあるそうです。神様への心の中での接し方に特別なルールや決まりはありませんと四季子さんは言います。神様と自分という信仰の中では誰もが自由でいていいのです。私は四季子さんのこういう世界もあるんですよ、
でも一番はあなたの信じるものを大切にしてくださいね、というおおらかなスタンスがとても好きです。また本の中には、せっかく秀吉さんに錦の袋をもらったけれど、うっかり運玉を撫で忘れそうになってしまうという話や、ダメと言われているのに気をつけていないと運玉に願い事をしてしまいそうになるなどということも書かれていて、そんな人間臭さにはクスッとしてしまいます。真面目な人ほど〇〇してはいけない、〇〇は間違っているなどと思ってしまいがちですが、自分の中の感覚を大切に、ご神仏との関係を大切に育んでいけるといいですよね。では3つ目、神様のために人間ができること。では最後に秀吉さんとのご実談を紹介したいと思います。実は最初に四季子さんが会いに行った時、秀吉さんは元気がなかったそうです。というのは、秀吉さんは死後とある神様になるように準備をしていたのに、違う神様として祀られてしまいます。おまけにその神社、徳川幕府の世になって取り壊されてしまったそうです。こうしてどこにも進めず、中途半端な存在のままいたことから、秀吉さんは力を失っていました。ですが、そのことを四季子さんがブログに書いたところ、読者さんたちから、秀吉さんのためにできることをしたい、秀吉さんに会いに報告病を訪れました、という声が次々と届いたのです。その後、四季子さんが秀吉さんの元を訪れた時、四季子さんは病の敷地の気が明るくなっていることに驚きました。おまけに秀吉さん自身も内側から光を放って輝いていました。秀吉さんはこれを参拝に来てくれた人々のおかげであると教えてくれました。多くの人が秀吉さんを思って訪れてくれた、そしてその純粋な信仰心が秀吉さんを良い状態に上げてくれたのです。以前の秀吉さんを知っている四季子さんは、人々の持つ信仰心のパワーに深く感動したそうです。それからさらに2年後、再び秀吉さんの元に訪れた四季子さんは、秀吉さんが神様修行に入られたことも聞かされました。その話を聞いた四季子さんは、感極まって大号泣してしまったそうです。人間が持つ思いやり、温かい気持ち、慈愛などはなくなって良くない状態にいる人を救います、と四季子さんは言います。そして私たち人間も神様を応援する形で、神様のお役に立つことができるのです。ではまとめに入っていきます。1、豊臣秀吉さんに聞いた強運の秘密、運玉。運は育てるものです。感謝できることを見つけたら、運玉を撫でて育てていきましょう。2、神様が願いを叶えてくれる仕組み。願いが叶う時も叶わない時も、神様はいつも私たちを思ってくれています。3、神様のために人間ができること。私たちの信仰心が神様のパワーになります。いかがでしたか？この動画を見てくださった方の中には、すでに桜井四季子さんのことを知っていたり、好きだったりで、うんうんそうだよね、と頷きながら聞いてくださった方もいると思いますし、初めて四季子さんのことを知る方の中には、本当なの？と驚いてしまった方もいるかもしれません。私は四季子さんのようにご神仏の姿を見たり、声を聞いたりできるわけではないので、自分の体験としてはこうした存在について語れません。ですが、私は桜井四季子さんが本やブログを通じて聞かせてくれる話が好きですし、四季子さんの話はいつもワクワクと温かさに満ちた気持ちにさせてくれます。目に見えない世界を身近で温かな存在として伝えてくれているのが桜井四季子さんであり、そんな四季子さんのちょっぴり人間臭さがありながらも、その文章から溢れてくる濁りのない思いや温かさ、愛が四季子さんの本が多くの人たちに愛される理由だと思います。以前には稲荷神社にまつわるエピソードの動画を出しましたが、他にもたくさんの面白いエピソードがあるので、また機会があればご紹介したいと思います。それでは今回は以上となります。今後も今日から使えるワクワクするような情報を発信していきたいと思うので、このチャンネルが良かったと思った方は、LIKE ボタンやチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それでは皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。愛を込めて、琴空より。